というわけで一件落着。分割していた時のことはよく覚えてないんだけど、お前にも助けてもらったんだろ、アルクエド。礼を言うよ。そう？お礼をくれるなら喜んで。楽しかったから私はもう十分だけどね。あ、でもシエルったらひどくない？ドアの前で放置よ放置。私ずっと待ってたんですけど、決戦に行くなら声をかけるべきじゃない？まあそこは先輩なりに気を使ったのかな。アルクエドまでいたら過剰戦力だし。またシエルの味方？そもそも気を使うって何によ。シエルが私を気遣うとか世界が終わるまでないでしょ。結構あると思うけど、まあ言わぬが花かな。と、そういえば俺も気になることがあった。先輩から聞いた話だけど、アルクエドすぐに像を手放したんだって。なんでだよ、そんなにミヤコちゃんが気に入ったのか。なんでって言わ…ダメ、知りたい。教えてくれないと今晩手作りメニューはなしです。少しでも早く元に戻ってほしかったのも本当だけど、だってシキ小さいままだったでしょ。シキに怪物みたく見られるの嫌だったわ。だからキスするの我慢したんだよ。そりゃ小さい妹はすっごく羨ましかったけど、結果オーライ。そのおかげでこうして一緒にいるんだものね。辛抱を覚えた私無敵じゃない。お前が無敵なのは今に始まったことじゃないけど、でもまあいちいちもっともなので、我慢した分返してる。うん、じゃあちょうだい。一番の功労者に感謝を込めてね。立ち止まる。